はい、皆さん今日もお疲れ様です。ってことは昨日ってことで昨日変な試合してすいませんでした。よかったらチャンネル登録よろしければお願いします。お疲れ様です。ってことで土曜日やっていきましょう。人生はあなたが思うほど悪くない、早く元気出してあの笑顔を見せて。さあさあさあやっていきましょう。この歌大好きなんですよね。この歌好きなんですよ僕。あのこれ病んでる時とかいっちゃん聞くんじゃない？別に病んでないけどね。あの CM でやってるじゃん。 CM でのあの朝日のやつかな、ララ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 ラ朝日みたいな、そういう CM あるじゃん。あれ元気出る。じゃあ惜しいよ、いいよ。さあ負けても今日はこの歌歌ってなんとか締めようか。伊藤まずは先頭バッターを打ち取っています。おっつけて打ちました。噛みすぎるだろう。これなんだよな福永さん、マジ打ちやすい、打ちやすー。さあ軽く一振りで、さあスプリットだと思います。違う、やっぱまさしさん強いな。この145キロに詰まる。うわー、うわー、よっしゃーよっしゃー、気持ちもちっとした、もちっとした。あー、やっぱこの緩急だよね、まさしさん。もう一球あるか。カットボール系来そうだけどね、ここね。なんか音、そんな飛ぶ。ボール球で。いや飛ぶね、なんか球が。いいね。カットボールね、オッケー。ナックルカーブだよね、あと。あれあれナックルカーブだよね、多分。しょぼいぜ。今日も打率下がりそうやな、こんな調子だったら。まあ5分の2なんで4割だね。うん。まあ4割ならそんな打率下がんない。うわ、ちょっと、スピリッツ、勘弁してや。何してんの？もっと上がってくんないと。295しか上がってないじゃん。純正だよ、純正やってる意味ないじゃん。ねえ頼むわ頼むわ頼むわ。いいよ、これボール玉にしてほしいな。オッケー、最高のボール、ナイスキャッチ。はあ、落ちるかと思った、落ちるかと思った。いやー、オッケー、これみんな金曜日に撮影してんだけど、あ、金曜日じゃね、木曜日に撮影してんだけど、中日勝ってるといいな。ちょっと待って、何してんの大谷得って。穴開く弁償して、大金で、あなたのやばい、乗ってきた。うわ、タイピンで変えます。スピリッツひどいって、マジで。なんでこういう時頼りになるわ、勝野さん。オッケー、よかった、外野前進コーソース。いや、早い球で行っていいと思うんだよね。どう？よーし、そうだよね。俺もそう思った。ね、そうだよね、みんな。よーし、ナイス火消し。ナイス火消し、勝野さん。サンキューだな、マジで。さ、スピリッツ、なんでこれ、こんなにひどいぜ。冷静。今の見逃すのは冷静。冷静だ、
冷静冷静冷静。さあ初球ローボールヒッターなんで、ここは初球ガン打ちするしかないね。ヒットでランナーを一塁に置いています。おお、センターね。まあ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 、オッケー、ナイス。さあ大島さん繋いで、こう引っ張ってもいいね。ここ進塁させるために振っちゃうな。想像以上に遅く来る。うん、大丈夫ね。オッケー、大島さんの足ならセーフです。ナイス引っ張り、オッケー。でこれ 2,3 塁にしちゃえばいいんだから、走って。やばい、アップね。これ2,3塁にします、走ってね。あぶねー。オッケーオッケー、ノーマルだった。うーん、いやー木下さんって中押しのイメージあるんで、ここきっと打ちますよ。大きい振りで大丈夫。おいよーし、冷静冷静だよ。ちょっと冷静に行こう、マジで。ごめんなさいだ、ごめんなさいだ、無理やりだ、ごめんなさいだな、マジで。ナイス木下さん、ありがとう。 OK、 冷静冷静、しっかりやっぱコントロールいかんね、まさしさん。一時期ちょっと使ってる人多かったからね、強くて。うまー、ナイスバッティング。続くね今日は打線が。さあちょっとまた走りたいね。おお、半身味があるね、ずっと。オッケー、さあさあさあ盗んでいくよ、たくさん盗んでいくよ。スラーブ、ツーシーム、フォーク、あとは知らない。ツーシームだろ次。あ、次なんだろうな、スラーブかな、だよね。うん、でフォークかツーシームだね次ね、かストレート。オッケー、落ちる、やべえ、ナイス。詰まるか今の今の詰まる。オッケー、いいとこ打った、真ん中の球あそこに打つんです。さあこれはイベント高打の達人とか、なんかそういうのをやってたら身につくやつね。うん、しっかりプロスピのイベントはリアタイで、あなたはこれやってれば打てるようになりますよみたいなものを感じる。たまに高打の達人とか。ごめんなさい。オッケー、でもまあまあ打ったね。オッケーオッケーオッケー、いいね、いい打線続きだった。さああとは勝野さん、安定感抜群ですから。これ同じとこ投げてみる、どうなる。おー、飛ぶねいや大谷翔平にね、このベルナドームに穴開けられた時はどうなるかと思ったよ、どうなるかと思ったよ。もう全くもう、うれ、素晴らしい、まっすぐ素晴らしい。周平汚れてるねユニフォーム、だいぶ。うれ、まっすぐでいいかんな、正直マジで。いい球だ、ずっと。これ三振やろ最後。見る、多分これ三振です。空振り三振、どうぞ。よっしゃーよっしゃー、気持ちいい、気持ちいい。あそこ空振るんですよ、みんなやってみてね皆さんよかったらチャンネル登録お願いします。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。